りあえずスーパーに寄って食材を買ってきました。すごい思うね、北海道のスーパーね、マジで広い。もうなんか端から端まで歩くのに、もうどんぐらいかかったんやろ、10分ぐらいかかりそう。なんか北海道っぽい野菜とか、あとこれちょっと忘れてたから、なんかジンギスカンのタレとかいろいろ買いました。じゃあ戻ります。あとね、なんかすごいね、景色がね、すごいなんか全てが大きいのと、なんだろう、私福岡出身なんで田舎なんですけど、結構なんか田舎も広いなって思ってたけど、すごいスケールが違う。もうなんかね、見渡す限り山とかないんですよ。なんか平野だなって感じです。さっきスーパーでなんかバラウホッキ貝も買ったんですけど、ここ苫小牧なんですけど、ホッキ貝が有名らしくて、ちょっとキャンプ場で焼いて食べようと思います。楽しみだな、ホッキ貝食べたことない。亀山湖畔キャンプ場に着きました。寒い、最近これ買って、じゃあもうドラえもん並みにいろいろ入ってます。
感じです。あ、夏とは思えない寒さですね。なんか本当は焚き火とかも焚きたかったんですけど、もう着いた時結構遅くて薪が売ってなかったので、薪を今日は手に入れることができずに、ご飯もバーナーでね、簡単にジンギスカンを焼いて済ませることにしました。はい、今焼いてるんですよ。見えますか？見えないね。はい、ジンギスカンです。これにこれをかけて食べます。もうそろそろ食べよう、食べよう。油飛ぶのが危ないですね。いただきます。ジンギスカンのタレをたっぷりつけて、なんだろう、ちゃんと羊、うん、でも全然臭くない。羊のふわふわの毛に顔を打ち当ててモフモフしてる感じの味です。結構夜は撮影が難しいですね。トロ影とかになっちゃうから。でもね、星がすっごい綺麗で、なんか多分映らないと思うんですけど、映らないですよね。もうなんか今まで見たどんな星空より広い。なんかね、本当にあのプラネタリウムってこうじゃないですか。なんか本当にあれに入り込んだ感じの星空です。もうね、一個一個の星がすっごい大きくて。星が好きな人はこのキャンプ場行った方がいいと思います。すごい綺麗。残りのジンギスカンを焼いて食べて、そしたら早めに今日は寝ようと思います。朝になったらね、ちょっと暖かくなるかもしれないし。いや、寝袋持ってきてよかったわ。寝袋もなんかいらないかなって思ったんですけど、夏だから一応持ってきて本当によかったです。火を焚くのをやめたらね、バーナーだけど、より寒くなってきました。なんか豆腐乳のところに温泉があるっぽいんですけど、ちょっと温泉に行くのもちょっと怖いし、寒いので、どうしようかな。
貝がいるレベルですよ、うん、ので寝ることにしました。本当にちょっと北海道舐めてた。あーやばい。なんかね、あのね、本当にね、冬レベルの寒さです。福岡の冬ぐらい寒いです。帰る欲しいってことで、もう私は今日はお風呂も入らずに寝ます。朝一で入ります。寒いよ。多分太陽が出てきたら違うと思う、信じます。なので今日はおやすみなさい。